久しぶりに来ました。5年ぶりくらいかな。懐かしいです。宮本水産とか美味しかった。能登牡蠣最高です。また来ます。おお、あ、本当に海に向かっていく下ってるね。あ、なんかあるあそこ白い。ヘルメットいろんな色あるね。じゃあ私ピンクにしよう。このホース回れるらしいよ。聖域の岬。あ、宿泊の人は一人500円で入れました。ここに書いてある。あ、ここから入っていくらしい。すごい。怖いでしょこれ。
すごいね。風で全部右向きになってる。天気良くて良かった。昨日はね、なんか吹雪いてたらしいです。良かった良かった。ちょっと風ありますけど、暴風とかそんなんじゃないですね。朝とか気持ちよさそう。こっちだ。お疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。今日泊まるお部屋はここですね。ここ角の花の根というスイートルームのお部屋だそうです。ちょっと光ってる窓のお部屋あるじゃないですか。あそこがお風呂場になってて、こうやってマジックミラーになっていて、明るいうちは外から見えない状態になっているそうです。ここまでさっき車の送迎をしてもらって、そのまんま入り口入ったのですが、今外で撮影するために出てきてからまた中へ入っていきます。
付け入ってすぐ左手の階段を上ったお部屋が今日泊まる花の音、こちらですね。すぐ下は受付です。あちらこちらにランプが吊り下げられています。広いです。この奥の空間がものすごく広いんですね。ここがスイートルームだそうです。ですぐこちらがくつろぎスペースのリビングになりますね。もうね、あの床暖が効いててめっちゃ床あったかいです。加湿器もちゃんと効いてますよ。これ何人かでくつろいでも十分な広さがありますね。あそこのね、床下のライトがまたかっこいいです。こっちにもね、椅子がありますよ。もうライトアップされていて美しいです。いちいちおしゃれですね。もうね、左手目の前はもう海の絶景です。ちょっとね、どこから見ていいか迷うんですけど、とりあえずキッチンです。ここでお水とかコーヒーとか、あと湯沸かし器とかもあります。これもね、お水も無料で、こちらには紅茶やコーヒーのポットが入っています。これをここに入れて出しましょう。うわー、すごい綺麗ですね、設備が。こちらに無料のドリンクが入っているそうです。お、こちらビールと、こちらにもお水、あと生茶が入っていて、これが全部無料です。グラスも冷やされています。はい、ちょっと目に今ついたんですけど、こちらにランプの宿ティーバッグがございますね。オリジナル商品ですかね。はい、こっちから見たリビングです。すごい空間がめちゃくちゃ贅沢なんですよね。あと見てください、こちらの天井です。梁が張り巡らされていてすごくかっこいいですね。天井に一工夫あるだけでこんなにいい空間になります。入り口入って右手に洗面台ですね。洗面台には時計とティッシュとハンドソープが備え付けてあります。こちらはお手洗いです。お、綺麗です。広い。なんかやっぱ全体的にすごいいい香りがするんですよね。お、こんにちは。じゃあ奥の部屋に行ってみましょう。こっちがベッドルームになっていますね。でベッドルームの目の前がこうです。こんな景色どうでしょう。あの松の木かっこいいですね。岩に生えてて、これがね、素晴らしい景色のお宿ですね。で今はこういうね、海のすぐそばに宿ってやっぱ建設法っていうんですかね、禁止されているそうなので、このスタイルのお宿は多分今後出てこないのではないでしょうか。ラッキーって感じですよね。タオルウォーマーもこちらにあります。お風呂場に行ってみます。すごい広い。そしてめっちゃくちゃ綺麗です。で、もう開放的になるように全面窓ガラス。で、こちらは洗面台です。はい、私も大好きアメニティがこちらに揃ってますね。失礼します。はい、シャワーキャップ、パフセット、ボディタオル、あと竹。竹のヘアコーム、
あ、化粧品も有名なブランドのものが綺麗に揃ってます。しかも結構量多いですよね。嬉しい。これが化粧水ですね。こっちクレンジングジェル、洗顔、フェイスクリーム、これがシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、3種類ありますね。これは何だろう、コットン、ヌーバー、ハンドソープに、こちらもオーガニックって書いてありますね。ランプの宿さんのロゴマークも入ってます。あ、これまたいい香りのする芳香剤が、ヘアドライヤーとハンドソープ、ティッシュ、あとこちらにはタオルが用意されてます。すごいお風呂、なんか何ですかねこれ。一応木で囲われているんですけど、うわー、こんな眺めのいいお風呂すごいですね。ここもね、お風呂場もちゃんと床暖ついてて全然冷たくないですね。うん、高い。こちらがお手洗いです。お手洗いもスケスケなんですが、ね、全部あのロールスクリーンで閉じることができるので、いや、気になる人は閉じましょう。あ、トイレ向こうにもあったんだ。こっちが2つ目って言ってたな。そうだ、2箇所お手洗いあります。で、こっちが、さっきね、あっち、あの上から見て、見えてたんですけど、これ。あ、よいしょ。じゃーん、これが露天風呂です。あの、向こうから見えてしまうので、こうやって明るい時間は水着とかタオルとか巻いて入るのを推奨されてます。夜になったら、あの、人ももうほぼ来ないので、あの見えないですしね、大丈夫とのことなんですけど、気になる方はお水着とかあのバスタオルで隠しながら入ればいいかなと思います。すごい、今ちょうど夕暮れの時間なので、見てください、海がこんな感じで色づいてますね。綺麗な虹色になってます。この景色を眺めながら今日はこの贅沢なお部屋で過ごしたいと思います。こう引き戸ですね。ここにガウンとか、あと浴衣も、あ、浴衣が何着かある、あとスリッパと足袋もあるし、あとここにタオルも入ってますね。帯なんかすごいすごいいろいろある。時計もここにあって、これ何？アパホテルって書いてある。あ、なんか前アパホテル泊まった時にこれあったわ。コロコロもあるし、あ、ちゃんとなんかこう隠してあるのがいいですね。虫を退治するスプレー缶が後ろに隠れてあります。素晴らしい。おぉ、貴重品入れですね。ノンスメル、消臭スプレーですね。こちらに木製ハンガー、これはライトのようですね。こうやって持って歩くもよし、こうにできるそうです。こんな感じですね。お茶をいただきましょう。お風呂に入る前にお菓子を食べておきましょうね。私の味がするの。ね、美味しい。こっちが女性用かな。何が違うんだろう。大きさかな。サイズの違いかな。こっち M サイズ。こっちが M サイズ、変わらない。
い、めちゃめちゃ綺麗です。すごいね、びっくりしちゃいますね。やっぱ夜になった方がランプの明るさとか海の風情のある景色とかがすごい気持ちよいですね。あっちにね、貸し切り風呂があるそうなので、今日の夜9時から予約してますので、またその時に撮影したいと思います。スリッパ脱いでお上がりくださいませ。はい、スリッパ脱いでますね。はい、じゃあ私も着きます。湯葉とウニ、あ、美味しい、ウニ美味しい。わあ、なんかすごいクリーミーですね。美味しいです。中に入ってる鶏肉がすごい香ばしい。能登の荒塩って言ってたね。醤油、好みでお召し上がりくださいとのことです。美味しそう。うん、いやちょっと待って、お吸い物めちゃくちゃ美味しい。うわー、魚粉です。うわ、うん、うん、これは美味しい。うん、うん、身が甘い。やっぱこっちってお刺身美味しいね。スタンダードから一つ上にグレードアップしたら、これが特別料理だということです。これなんだろう。これのドブロだね。こっちが椎茸、これ椎茸か。とあとアワビと、うん、のどぐろ。うん、美味しい。うん、ほろほろ。すごい肉厚、コリンコリンでめちゃめちゃ美味しいです。バター醤油風味っていうのがたまりません。かわいいね、お花が。
事から戻ったら塩チョコ、チョコレートが浮いてありました。ありがとうございます。わあ。夕食がね、かなり量多いなと思いました。多分普通の一般的な女性よりも食べる方だと思うんですけど、お腹がはち切れそう、もう160% ぐらい。入浴するときに料理のランクが選べるようになってて、真ん中のやつを頼んだんですね。多分普通のコースに別注文みたいな感じだったんですよね。それでさらに量が多くなってて、普通のコースで十分だと思います。絶景。あ、はい、これ昔が本当のランプだったってことですか？そうなんですね。へえ。こちら今回9時から貸し切り風呂を借りてます。薄暗いです。すごい雰囲気が。暖房がついてるのであったかいです。こちらちょっと見えづらいんですが、ドライヤーあって扇風機あって、こちらにお水があります。時計とクレンジング、洗顔、化粧水、乳液、お化粧品ですね。スキンケアセットが置いてあります。温度計、これは動いてるのかな、とエアコンのリモコンとフロントにつながるインターホン。こちらはもう貸し切り風呂なので、時間の間でしたらどれだけいても大丈夫です。シャワーは2箇所ありますね。こっち側から見るとこういう風ですね。なんか結構ムーディーですね。夜だからね、海見えづらいんですけど、結構ライトで照らされてて、全く視界がゼロっていう感じではありません。わざとね、明るくしてあるんでしょうね。こんな感じで波の音を聞きながら、海の景色を見ながら、露天風呂でゆっくりと癒されます。それではおやすみなさーい。
うん、